どうぞ。はい、ご紹介ありがとうございます。今回本当にこのチャンスをですね、上田さんに紹介していただきまして、本当にありがとうございます。で、今日の内容は、告知にあった通りですね、ちょうど10月のもう終わりなんで、1ヶ月ちょい前になるんですけど、サンタクララで行われました、そのアームテックコンという場所でちょっと発表していきたいのをですね、日本語で、若干まあちょっと日本語なんで、スピーチもちょっと日本語でしか話せないこともちょっと織り交ぜながら話そうかなと思っています。で、先ほど実は軽く自己紹介したんですけど、ここで改めてもちょっと軽く自己紹介したいと思います。一応所属はですね、ソニービデオ&サウンドプロダクツから来てるんですけど、もともとですね、ちょっと入社直後は僕はハードウェアの設計を2年ほどやりまして、でその後ですね、まだあるんですけど、そのソニーの CSL という会社と皆さんご存知かと思うんですけど、そことですね、当時ジョイントのラボができまして、そのアーキテクチャ研というのができたんですけど、でそれができた時にですね、僕はもともとソフトウェアでやりたかったんで、ぜひなんかそっちに行けないかということ で実はちょっとジョイントの研究所ができた時に一緒にですね、まあ今もう超有名になっているんですけど、ドクター北野とかですね、ドクター雪本とか、あの辺りの人たちとですね、実際にいろいろ研究というか、ずっと僕はグラフィックス系をずっと思っておりました。で、その後ですね、社内のいろいろ組織変更がありまして、で、その後はホームネットワークをやったりですね、あとはインターネット系のサービスですね、まだスマートフォンが入る、出てくる、iPhone が当然出る前なんですけど、いわゆるそのフィーチャーフォンを使ってですね、地デジ そのレコーダーを外から予約するようなシステムを、これも数名くらいで作ってるんですけど、それのサービス の全部導入からですね、取り入れたということです。で、その後ですね、オーディオ系の、仕事を、やる、いいのか悪いのかって話があるかもしれないです。いい意味で、そういうチャンスになりまして、で、ウォークマンを、開発することになったわけです。ちょうどほとんど10年前ですね。でその時に、どうせやるんだったら、これから Linux じゃないかなということで、初めてそのウォークマンにですね、ビデオ対応のウォークマン、L800 というすごい小さいまで作ったんですけど、それを、ですね、その Linux 系でやったと。で、その後、大体一通りもう、プロダクトの何機種も出したので、次のことを探した時に、ちょうどAndroid が、まだオープンソースになる前ですよね、バイナリーとかのレベルで SDK が初めて、0.8 か、なんか忘れたんですけど、が公開されたあたりに、あ、これ面白そうだなと思って、SDK をですね、もうリバースしてですね、自分たちのプラットフォームを載せたりとか、そういうのをやりながら、いろいろプロトを作ってたら、新しいプロセッサーが出てきたりしてですね、あ、これだったら使えるんじゃないかということで、それで、Android Walkman ができるわけです。で、それである程度、Android Walkman、今はまだ売ってるのかな、もう新しくちょっと変わりますけど、それの後にですね、ちょっとまた次のことを探したときに、たまたまちょっと今回のこの、製品というか、プロセスの開発に近いところに携わることになりまして、で、その話を聞いたときに、Cortex M3 だと。今までずっと、Android、Linux、Android、あとでもハードウェアの話が出てきますけど、メモリーとかですね、プロセスがすごい速いところから、いきなりちょっと小さいものを作るっていう話になって、もちろん、それをやらないっていう話があったかもしれないですけど、これ逆に面白そうなんじゃないのかなと、こういうチャンスきっとないと思って、でどうせだったら、なんか面白いことできないかなということでいろいろ探してたのが、ちょうど NATX だったり、あとは C++11 だったりするわけなんですけど、今日はですね、そのオープンソースを どのように我々の製品に適用してきたかということを中心にちょっと話したいと思います。でですね、これがアジェンダなんですけど、最初に軽くちょっとですね、プロダクトの紹介をした後、そのソフトウェア の開発、ここにいる皆さんもみんな Linux とか Android を詳しいと思うので、もう、すぐ、分かっていらっしゃると思いますけど、そこら辺の違いとかですね、あと逆に、我々の NATX をですね、自分たち実はプロセッサーにコーティングしてるんですけど、それをどうやって使ったかとかですね、あとさっきの Linux のところにも、普通にキーワードとしてありましたけど、そのパワーマネとかですね、ELF のローリングの話とか、あとはどうやってデバッグをしてたかですね。で最後にちょっと短いんですけど、ショート のデモビデオも用意しております。はい。で、これがですね、我々が開発してきた、ちょうどもう、1年、去年の秋
にから始まってですね、今年の、頭くらいに出した3製品として、でついこの間また新しい機種が出てるんですけど、ちょうどこのテッコンを発表している時点ではまだ直接出すか出せないかという話だったので、ここには一応その3機種しか見せてないんです。で、IC レコーダーだという機種と、ウォークマンの1機種ですね。で、IC レコーダーの方はマイクロ SDHC と、SDXC ですね、皆さんご存知なんですけど、そういうものをサポートします。あとはIC レコーダー固有の例えばデジタルピッチコントロールとか、そういうのをサポートします。で、真ん中のですね SX のシリーズはそのハイレゾロゴがちょうどついてますけど、一応ハイレゾもサポートしてまして、で、レックはですね一応訓624で、再生系ですと1224までいけるという感じになります。で、あとは、Bluetooth これ実は搭載してまして、レックリモートっていう名前、これアプリ名なんですけど、スマートフォンからですねいろいろ操作できたりするような仕組みも入っています。で、最後はですね、ウォークマンです。で、これはやっぱり、ちょうどこのスライドで見ちゃうとなんか大きいように見えるんですけど、当然このネックタイプというか、かけるタイプなので、かなり小さいです。ですが、バッテリーはですね、12時間ほど、バッテリーライフとして持つという感じになります。で、ここはですね、ハードウェアの、比較です。この3製品の比較ですね。なんとなく想像はついたかもしれないんですけど、それじゃ当たり前なんですけど、かなり細かいと違うんですね。例えば、当然多くの SD カードないし、あとオーディオ系もですね、ここが、うちはそのオーディオプロダクトっていうところでもあったりするんですけど、そこで、それぞれのこだわりとか、あと消費電力とか、そういうところの違いから、あとはその配列をサポートしたりとかですね、そういうところでもう全部違ったりとかですね、あとは、ディスプレイですね、入ってたりとか、違いがあったりとか、あとは Bluetooth が入っている関係上を、Bluetooth か NFC とかですね、あります。で、ここで実はですね、注目すべきは、ちょっと最初に書いてあるんですけど、ここが結構やっぱ大事で、実はこの一番最初のプラットフォームにもかかわらず、この3機種をですね、たった4ヶ月にも全部並行開発しているというのがあります。で、実際製品のちょっと出荷はですね、若干反射っていうかそのタイミングがあったりするんですけど、実際の内部 そのリリースをですね、本当にこの4ヶ月の間にこの3機種全部 その機能を実装して出しているということで、後でそのテストの話とか若干出てきますけど、やっぱりテストとかですね、その品質とか、あとは、開発効率ですね、そこら辺がすごい重要なアイテムになっていました。で、あともう一つはですね、やっぱりここちょっと見にくいかもしれないんですけど、一番左にあるその UX シリーズっていうのはですね、ディスプレイもあるんですけど、SPI フラッシュがない、要は XIP っていうか、してなくてですね、全部そのオンメモリー、後でハードウェア出てきますけど、SRAM で実行してます。なので、実はこの UX がですね、本当にメモリー的に一番厳しいということで、じゃあこれをどうやって、その録音じゃないですけど、アプリを、全部実行するのにどうしたらいいかということで、いろいろ知恵を絞ったっていう話が、あと後半に出てきます。で、この話は多分皆さんに言うまでもないと思うんですけど、一応いろんなその各、プロダクトのモデルをですね、主にその3つ、分けてみました。その Android と Linux と Arduino ですということで、当然Android とか Linux を動かすハードウェアというのはそのプロセッサーはかなりスピードも速いですし、メモリーもリッチですと。で、当然ながらですけど、そのさっき、オープンソースの活動もあるわけなんですけど、そのオープンなツールとか、例えば GCC とか GDB、あと ADB とか含めて、もう皆さん当然オープンなツールを使うのがメインになっている。で、一方でですね、これあくまで典型的なっていう言い方になってしまうんですけど、アルトスのモデルですね、は、過去どうだったかというと若干サーベイしたところもあるんですけど、やっぱり当たり前ですけど、CPU もかなりクワですし、メモリも少ないと。で、あとは、よくありがちなんですけど、ツールチェーンとか含めて、大体そのベンダーから提供された、しかもオープンなものでなく、そのプロプライトのものを使って、デバッグもしなかったりしなくちゃいけないと。そういうのは、よくある開発だったわけです。ですけど、実はですね、僕も含めてなんですけど、我々のチームってもともとやっぱり Linux やってたり Android やってたりとかして、その開発リソース的にはかなりそこら辺の知識が皆さんかなりあったので、なんとか、あとはその資産ですね、そのソフトウェアの資産っていうんですかね、そこら辺があったので、それをうまくなんとか R2 に活かせないかなと思っていろいろ考えている時にですね、試行錯誤してたんですけど、ここで出会ったのが Netflix だった
で、まあ、多分皆さんに Netflix ってこれ聞いたことある人って、あれやりますか？もちろん、井出さんは僕が紹介してるんじゃないんですけど、多分皆さんほとんど知らないんじゃないかなと。普通にググってもですね、ちょろちょろって少なくとも日本語のページはほとんどないです。で、それ海外のところに行くと、まあ、こちらほらあるんですけど、で、実際にこの Netflix をですね、僕が、まあ、これ、いきなり答えになっちゃってる感じですけど、これを見つけるまでに本当に1ヶ月間、本当にですね、いろんなものをひたすらサーベイしてはですね、いろいろ自分たちのボードじゃないですけど、いろいろ移植して動かしては、やっぱりなんか違うなと思っているときに、まあ、この、まあ、サイトにあったというよりも、たまたま、当時 GitHub じゃなくて、Netflix というか、いわゆる Git の、で、コード公開してるサイトにたまたま巡り合ってですね、そこからすぐ Git クローンして、で、それでボードを動かしたところですね、まあ、コードも見たんですけど、これはすごいなと。と3年前にという感じですね。で、まあ、それが左側に書いてあるんですけど、まあ、主なところはですね、まあ、いろいろ書いてあるんですけど、やっぱり POSIX サポート、一応 POSIX、まあ、準拠、まあ、準拠ってことじゃないと思うんじゃないかなんですけど、あと DIGC も全部プスプラスで実装されてるんですけど、それをサポートされてるのが大きいです。で、これによって、やっぱりその開発者、まあ、RTOS、かなり方言があったりするものが多いので、RTOS を始めようとすると、結構まず RTOS そのものを理解するところから始めなくちゃいけないんですけど、実際我々はこの POSIX とか RIBC とかすぐに使えるので、基本的にほとんど僕は開発者に説明したことはないです。逆に言うと、皆さんどんどん使っていくうちに、あ、この機能も動くんだ、この機能も動くんだって感じで、どんどん閉じていく、そういう感じですね。で、あとは細かいところですと、後から聞きますけど、ELF をサポートしてですね、これもやっぱり一個大きくて、我々やっぱりアプリ結構さっレック系もあるんですけど、当然再生系もあったりとか、で場合によっては Bluetooth も貸してるとか、やっぱりだんだんアプリがかなり巨大になってます。小さいように見えてかなり巨大なんですけど、それはやっぱり小さいものにですね、分割して、まあ、リナックス系では特に普通のように行われていることが、こういうアルトステムできるっていうことが大きいかなと。あとは、まあ、ドライバーのフレームワークとかですね、Linux ライクのコンフィグレーションとか、まあ、そういうのが、まあ、サポートしたのは、これはこれですごいありがたくって話ですし、で、先ほどの、キムさんの話もありましたけど、ライセンスイシューですね。まあ、BSD ライセンスだったので、まあ、そのあたりももう完全パーフェクトかなと思っておりました。で、とはいえですね、まあ、今回これやるにあたって、かなりテクニカルの、まあ、そういうの我々的にはなんですけど、かなりテクニカルにチャレンジしております。まあ、一つ目はですね、ここまあ皆さんでしたら普通にOS のコーティングをやってらっしゃると思うんですけど、実は我々本当にコーティングしたことなかったです。普通ですと大体要は SOC ベンダーさんから大体 DSP とかその供給されて、それをベースに、まあ、自分たちのペリフェラルドライバーを書くってことは多分あったかと思うんですけど、今回次に出てくるんですけど、もう FPGA からですね、なんとかうまく入手してですね、でそれをベースに全部コーティングしたりしてます。で、あとは、後に出てきますけど、オープン OCD というですね、要はアイスですね、デバッガーもですね、今回自分たちで使うようにしています。で、あとは、まあ、乱暴が少ないとか、あとは既存の、アプリをどうやって移植するか、あと QM の話も出てくるんですけど、そういうのをうまく使いこなしたりとかですね、あとはその開発効率をいかに上げるかということで、コンヤリウムの C++ とか、まあ、ジェンキンスとか GitHub とか、まあ、そういうものをうまく使いこなしたりという、まあ、そういうチャレンジをしてきました。で、これはソフトウェア のスタックとかツールの話なんですけど、いきなり右下にその QM とかあるんですけど、当然 QM はターゲットっていうか、ね、入るわけじゃなくて、あくまで開発中、しかもコーティングでちょっと使ってたというところで、右下は QM が入ってます。で、左側にはちょっとあとプロセッサーが出てきますけど、まあ、QM もちょっと載せたんで、本当はソフトウェアじゃないんですけど、一応ハードウェアは後で出てきますけど、プロセッサーの名前も。あと NATX は当時 7.5 っていうの、今で言うとちょっと古いんですけど、そういうのを使ってました。あとは、まあ、上位はですね、普通に自分たちで、作った、ソフトウェア、ミドルウェアとかアプリもありますし、あと一部 BB のスタックとかですね、これはもうベンダーさんというか、BT のチップベンダーさんから提供されたものをそのまま移植しているという感じになります。あとは、あれですね、ツールチェーン、先ほど、ツールチェーンのバージョンの話なんですよ、なかなか。当時なんですけど、4.8 ですね。これは、C++11 が、まあ、ちょうど、ほぼフルサポートがされたものを当時チョイスしています。今はもう 5.1、2か、5.2 に、今は、2をつけます。で、あと、OpenOCD も、当時のバージョンですね、を使っています。はい。
で、次はこれプロセッサーの、まあ、マイクロコントローラーの、ご紹介になるわけなんですけど、今回、使っているのはですね、その音声コンダクターの、823450という、マイクロコントローラーです。で、実はですね、M3 のこれちょっとデュアルコアになっております。これ まあ、パッケージっていうかですね、その製品によってはシングルとかになったりするんですけど、我々はちょっと今シングルで販売しているという感じです。あとは普通に DSP もありますし、あと、SRAM は、まあ、本当に逆にマイコンしかやってない人たちにとっては、まあ、この 1.5 メガ、6メガとかっていうのは、まあ、そこそこ大きいのに十分聞こえると思うんですけど、逆に、まあ、Linux とか Android 系をやってる人たちにとっては当然、かなり小さいかなっていうのは、ギガじゃないですか。1ギガじゃなくて当然 1.6 メガバイトなんで、そういうサイズにどうやって入れるかということで頭を悩ませたという感じですね。であとは、ハイレゾもサポートしていると。でそれ以外にもハイレゾをサポートしてるんですけど、MP3 のエンコーダーとかデコーダーですね、これが一応ハードロジックとして入ってまして、これを使うことによってさらに低消費電力になっている。あと、スタンダードなそのインターフェースですね、普通に USB とか EMMC とか SD とか、まあ、それでも当然入っていると。あとはスピードもですね、これもさっきの Linux、Android とかちょっと若干桁が当然違ってですね、まあ、100メガとか160メガで、160メガに上げるためにも電圧もですね、1.5V に上げないとちょっといけないという制約があったりします。はい。で、次のこのですね、スライドがですね、FPGA を使って NATX をコーディングしているところなんですけど、今回これ、本当コンセルコンダクターさんと一緒にやらせていただいてですね、まだその ES が出てくる前までに、まあ、半年以上ちょっと時間があったんですけど、その時に、まあ、なんとかその FPGA を利用できないかということをずっと言い続けてですね、したところ、快くですね、彼が提供してくれました。で、実際に、まあ、このボードはですね、現在 Linux の、まあ、ここだけ実は売ってるものなんですけど、評価ボードですね。で、それに IO ボードが付いてて、ここに今 EMMC とか SD とか、あとは OGO 系とか LCD とか Bluetooth とか SWD とか、結構一通り付いておりまして、で実際にですね、コンセリコンダクターさんからその FPGA の、そのバイナリーですけど、暗号化されたバイナリーをいただいて、そこをここにロードすると、まあ、実際にプロセッサーに立ち上がる。で、これを使ってですね、我々もフルスクラッチで、NATX のコーティングをガーッと行って、で、実際にもう ES が来た時にですね、ほとんどの機能が大体動いてる。で、ES が来て大体、1、2週間で 90% くらい大体動いて、で、当然、FPGA の時にはできなかった部分ですね。例えば、まあ、FPGA、当然クロックが高々20メガしか出せなかったんですけど、それ以外のクロックのコントロールとかですね、あとは、EMMC ブートとかですね、あとサスレスとか、そういうパワーマネ系とかは、実際の ES が来てから、もう一気に、まあ、それまでアルゴリズムとか考えてたんですけど、一気にやったという感じになります。はい。で、いきなり今ブートを始めるところから当然やらなくちゃいけないんですけど、コーティングの時ですね。で、最初に SWD というその、まあ、いわゆる J タグと、まあ、似てると思えばいいんですけど、その ARM でそのシリアルワイヤーデバッグっていうのは、まあ、コーテックス M 系から確か入ったんですけど、あとそういう仕組みがありまして、で、今回それを使ってます。で、その OpenOCG とですね、プロセッサーをですね、つなげるときにですね、これも割とよくメジャー、僕も今回のプロジェクト初めて知ったんですけど、そのメジャーな FPGA のチップなんですけど、それを使うことによってつなげられたと。ただですね、実際にこう、さっき FPGA が来る直前くらいまではですね、まだこの SWD がメインラインと、まあ、メインライン、そうですね、OpenCD のメインラインに統合されてなくて、全然ちょっと別のところ の開発ブランチというかになってたんですけど、たまたま、まあ運が良かったんだと思うんですけど、それで PG が来る多分2週間くらい前だったと思うんですけど、統合されたと、じゃあこれはもう使ってみようということでやったら、もういきなり動いてですね、それで PG が来た直後からも動き始めた。で、これがちょっとスクリーンショットごめんなさい、ちょっと見づらいんですけど、実際のプロセッサーがOpenCD でちゃんと認識されているということを示します。で、ここからポーティングの話なんですけど、まあ、本来であればですね、EMMC とか、まあ、SD のドライバーとかっていうのは、まあ、ずっと大体スタンダードなものなんで、まあ、ポーティングする話なんてないんじゃないみたいな話になるんですけど、今回はですね、今回そのプロセッサー固有の話として、EMMC とか SD のドライバーがですね、まあ、オンセリコンダクさんが、その API を提供してくれてると、その路面 API ですね。
でそれを叩くことによって実際にあの EMMC とか SD を使うこともできる。例えばその API の名前そのものですけど、アイデンティファイカードとかですね、あのリードセクターとかライトセクターとか、そういう、まあ、プリミティブな API をロムコードからあの提供しておりまして、であとはこれを、まあ、NATX のいわゆるブロックデバイスの API があるので提示されているんですけど、もうそれと本当につなげただけということで、そこがちょっと違うという感じになります。で、それ以外のところですと、まあ、これも Linux 系であれば普通のことだと思いますけど、普通にあの DMA をあの内部で呼び出したりとかですね、あとはポットプラグの仕組みは、あの当時の、まあ、今もそうかもしれないですけど、NATX がなかったので、我々に、まあ、独自にですね、ポットプラグのドライバーも作ったという感じです。で、次はあのファイルシステムなんですけど、じゃあ NATX ですね、あのいくつもあのファイルシステムをサポートします。もう、PropFS とか VFAT とか聞いただけで、あ、これって、こんなのサポートしてるのみたいなふうに思うかもしれないですけど、そこら辺をサポートしてます。で、実際に VFAT はですね、何に使っているかというと、あのプログラムファイルを後でデモでもお見せしますけど、置いたりとかですね、あとはそのプロパティとかですね、あと内部のデータベースで、我々その音楽 の製品を作ってるんですけど、そのターゲットには何千曲とか入れられたりするんですけど、それのためのデータベースですね、そういうものをあの VFAT につけて、あとはちょっとあの紛らわしいんですけど、EVBAT っていうものを今回追加してます。で、EVBAT っていうのはこれは、オンセミコンダクサーさんがちょっとつける名前でして、ちょっと若干紛らわしいんですけど、何をかっていうと、まあ、PAT32 とかですね、EXO ですね、さっきのマイクロ SDXC とかっていう言葉を最初にちょっと軽く言ったと思うんですけど、それをサポートするための、ファイルシステムなんですね、これも後で出てくるんですけど、それが、今回追加されています。あとは、IC レコーダー固有の API、僕も今回 IC レコーダーやったのは初めてでして、実は僕も知らなかったんですけど、そのファイルの分割とかですね、それを高速に行うためのような API、これもオンセミコンダクターさんの API が提供していたから、それをつなげたという形になります。で、これがですね、ここもちょっと、ごめんなさい、バックグラウンドがちょっと暗くて、分かりづらいと思うんですけど、それぞれの、しかも複数のパーティションに分けてですね、各種ファイルシステムが使われているということが、この、スクリーンショットが示しております。はい、で、先ほどの EVFAT のオンセミコンダクターさんで言ったんですけど、これも EMMC とかも同じようにですね、これももう Linux 系やってる人はすぐ分かると思います。したら多分、金さんの話があるんですけど、VFS、いわゆるバーチャルファイルシステムの API というのが、ここも切られています。で、そこに、ロム API をですね、呼び出すような、で、下はブロックデバイスなんですけど、そういうふうにつなげてます。で、このロム API なんですけど、UTF-16 ですね、を、サポートしてまして、で、これをちょっとどう扱おうかって一瞬考えたんですけど、UTF-8 にコンバージョンするのが一番楽なんじゃないかと、そうすることによって、いわゆるその LibC じゃないんですけど、そういうところにここに手を入れる、基本的に手を入れてないんです。ですので、この中で全部、UTF-8 からの変換を行うようにしている。で、ここちょっと若干見にくいんですけど、一応日本語のファイルっていうか、がここに実際の、まあ、製品でも使えるように、そういうふうに書いてあると思います。で、次のちょっとチャート、かなりこれ、ビジーなんですけど、大体概要が分かってもらえるんです。オンセミコンダクターさんの今回の構成、さっきの MP3 のハーベンのエンコーダーとかデコーダーで話をしたと思いますけど、それ以外にもですね、オーディオの低消費電力をサポートするため の, そのハードウェアのアシスト機能が結構あってですね、でその中で、やっぱり一つ重要なのが特徴的じゃないですか、ね、そこのちょっと黄色い部分、若干見づらいと思うんですけど、複雑なロジックに見えるんですけど、これオーディオバッファーと呼ばれる部分でして、実はこの中のレジスターを変えるとですね、柔軟にその内部のオーディオ のルーティングとかそのシグナルフローをその変えることができる。これはこれですごい、まあ、面白いな。後でちょっと簡単にシグナルフローの例を出しますけど、まあ、そういうような機能になります。で、今回ですね、NATX にそのオーディオ系のサポートするにあたって、実際 NATX にもそのオーディオのサポートを、サブシステムがあってですね、あるんですけど、まあ、パッと見た感じでは、まあ、それほど使えないなと。で、それを拡張するかどうか迷ったんですけど、まあ、それを拡張するんだったら、もうちょっとシンプルに、アルサリブみたいな、まあ、ライブなんですけど、そういうところに LPA にした方がいいんじゃないかということで、我々は、独自に作ってしまいました。で、ノンブロッキングもサポートするようにしています。はい。で、これがですね、先ほどオーディオバッファーのちょっと例もあったと思うんですけど、この例はですね、オーディオの再生系の例として、
ちょっと分かりづらいと思うんですけど、左側にアンテナですよ、コーテックス M3 がいて、あとは DSP ですね。これで真ん中のこの黄色い部分がそのオーディオバッファーと呼ばれる部分なんですけど、で、そのアームがですね、その NATX 上にあるその、NATX っていうか、EMMC 上にある、ファイルを、読んでですね、それを、DSP で今回デコードすると。で、デコードしたデータはもうぐるぐると、ハードウェアのいくつかの IP のご実家もこういうルーティングでしか言えないんで決まっちゃってるんですけど、そういうところを通してですね、最終的にはこの I2S っていうか、で、PCM のデータとして出てくるということです。で、実際のですね、オーディオ再生はもっといろんなパターンがありまして、さっき の MP3 のハードウェアのそうデコーダーとかの話をちょっとしたと思うんですけど、そのケースですと、例えば、ここにちょっと例は出してないですけど、MP3 のハードウェアのデコーダーをそのまま動かすようにしたりとかですね、まあ、そういった工夫をしているわけなんですけど、まあ、大体こんな感じでオーディオ の再生系はこういうルーティングを作って鳴らせばいいんじゃないかということが、まあ、お分かりいただけるようになります。で次はですね、まあ、もうちょっと複雑なんですけど、今度はオーディオのレコーディング系ですね、録音系なんですけど、さっきとは全く逆で、そうシグナルプロー系なんです。そこが ICS0 ってなったんですけど、こっちが逆にインプット系になりまして、で、こっちから入ってきたデータを、今度一旦 DSP に前処理をしてですね、で、その後、ぐるぐるっと回って、これ多分 MP3 の、エンコーディングしてるためなんですけど、MP3 のエンコーダーがあるので、でそれを通して、ぐるぐるっと通して、で最終的にはアーミングのところで OS を使ってですね、そのファイルシステムに、から、書くという、形になります。で実際の製品では例えばですね、レックモニタリングとかってフィーチャーがあるんですけど、要は録音している音をですね、そのまんまリアルタイムにしかも音声 の信号処理したものが聞けるわけなんですけど、なので実際にはその録音と一部その再生を同時にやってたりとかするわけなんですけど、そっちの そのオーディオパスが相当複雑なんで、まあ、今回このすごい簡単なサンプルにしたわけなんですけど、まあ、録音系も、まあ、こんな感じでできるということがお分かりいただけたらと思います。で、次はパワーマネの話になります。で、パワーマネすごい特殊なことをしているかというと、もうここにいる皆さんよくご存知だと思うので、もう軽く流しますけど、普通に、まあ、ごくごく当たり前のことをちゃんとやりましたという、これにつきます。で、もう普通にですね、クロックゲートになっちゃってますし、あとパワーゲーティングですね。このプロセス、ちょうどこの黄色で乾いた部分もあるんですけど、いくつかそのパワーのメインが分かれてます。そのオーディオとか SRAM とか USB とかですね、SPI とかキャッシュズとか、自由なメモスポット。その、それぞれブロックが使われてなかったら必ず電源を落とすと。で、必要になったら電源を入れると。そういうことを、まあ、ちゃんとやってるという、ことにつきます。で、あとは DDO テスト。これちょっと後でやってみます。あとはサスペンドレシーブとか、そういうのもちゃんと。で、DBFS、まあ、これも Linux、まあ、CPU ブレックじゃないんですけど、ガバナーとか、まあ、そういう話に、近いわけになるんですけど、NATX では、ここまで そのダイナミックな、クロックコントロールのフレームワークが特になくてですね、たださっき のプロセッサーの概要のところで、軽く説明しましたが、クロックをその100メガ以下でしたら 1.0V まで下げられるんですけど、要は電圧をやっぱ下げれば当然電圧の2乗で電力が効きますので、まあ、クロックが下げれる、それで電圧が下げるというのはすごい大事になります。なのでですけど、やっぱりパワーが欲しい時があるんですね。でそういう時にはすぐ電圧を上げて、で電圧が上がったところでちゃんとクロックも上げると、でそういうことをやりなくちゃいけない。で今回はクロックテーブル、これあくまで例なのでちょっと実際の商品では若干違うところもあるんですけど、まあ、いくつかテーブルを定義しています。で、それはこのアクティブモードっていう、いわゆる CPU が生きてる、起きてるってやつ。で、あとはウェイトフォンインタラプトで、インタラプト待ちの時 のアイドルの時もやっぱクロック落としたら全体的に下がりますので、そういうクロックテーブルをですね、定義して、で、これを全部自動で、まあ、これも皆さん普通でやってるわけなんですけど、それを実装しています。で、実際にですね、そのクロック、さっきのクロックをコントロールするためには、これ内部のブロック図から一部引っ張ってきたんですけど、PLA の先にですね、セレクターとかディバイダーがありまして、ここをうまくその制御することによって、実際のこの辺り そのクロックが変えられるという形になります。で、あとは、とはいえですね、やっぱりこれ自動でやる、まあ、若干、やっぱ何ミリセックスかじゃないんですけど、タイムラグがどうしてもあるので、どうしても一気にそのマックスにですね、例えば、特にアプリをロードしたりとかですね、何かの時にその急なそのパフォーマンスを少しでも早く
フィードバックを得たいという時のためにブーストをする仕組みもドライバーの中に組み込んでですね、これは特にアプリの開発者は全く気にしなくていいんですけど、キーを押した時とかですね、あとアプリをロードする時も勝手にOS の内部でですね、ドライバーが連携してフロートブーストする仕組みをやっていきます。で、次はですね、じゃあさっき そのフロックコントロールをどうやってやってたかと、まあ、Linux もこの辺りもともと仕組みがあるので、特に多分アルゴリズムを考えるだけでいいんですけど、今回はですね、その CPU のアイドルタイムを、かなり、まあ、低コストというんですかね、計算を、しないで、しかも、かなり高精度に、求める方法を使いました。で、実際にその NATX はですね、CPU の そのロードモニタリングの一応フィーチャーはあるんですが、これはですね、すごいやっぱり NATX ってもともとかなりシンプルに作られてるんでね、コードサイズもすごいものがあってるし、ただ一部当然そのトレードオフとしてその精度が犠牲になっているものなんです。で、今回我々やっぱり精度をちょっと欲しかったんで、バリコリハンドラーでの、あれですね、CPU の そのロード時間が考慮されてないのが分かったんで、自分たち独自で作りました。ですけど、まあ、ここに一応式とか書いてありますけど、全然難しいことは言ってなくてですね、ただ単にこのウェイトフォーインタラクトからその IRQ って割り込みかかるまでの時間をここでスリープタイムという時間として定義してるわけですけど、これをずっとですね差し込んでてですね、それをまあアイドル時間として、決めて、でそれをその前の、まあ、インターバルがありますけど、通常はピックだと思ってください。で、前のそのピックの時とそのアイドルの時間をですね、引き算してあげれば、最終的にで、それをインターバルで割ってあげればですね、アイドル CPU のアイドルレシオが、まあ、求められるという、すごいシンプルなアイドルリズムになります。ただですね、この、まあ、そのスリープタイムを求めるにあたって、もともと CortexM3 とか多分やられてた方で多分分かると思うんですけど、まあ、AK もそうなんか、ここにですね、システィックっていうやつがですね、もともとあります、キックの、タイムのハードウェアですね。ただ、それがですね、まあ、これハードウェアのアーキテクチャに依存するんですけど、彼らのプロセッサーの場合は、ここを変えるとですね、そもそもこの時間の計算もずれてしまう。もちろんそれは補正しても全然いいんですけど、補正する、まあ、計算量がもったいないなと思って、アイケットとハードウェアタイマーをちょっと調べたところ、まあ、ハードウェアタイマーを動かしていても、大してその電力的にもほとんど変わらなかったので、今はハードウェアタイマーをですね、こっちですと、これ原発ですね、今24時間くらいなんですけど、ここでここのクロックが変わっても全然時刻が変わらないので、それをベースに全部計算すると、そういうふうにしております。で、次はちょっとサスレスの話なんですけど、ここもですね、多分皆さんがご存じないかなと思うんですけど、今回ですね、ウェイクロックって仕組みを、もう仕組みそのものですね、 API は大体にしてたんですけど、まあ、厳密には必要もないものがあったりするんで、入れてないものがあるんですけど、大体まね真似てその API を実装しました。で、なぜこうしたかというと、やはりその、まあ、ミドルウェアとか要は上位の、プログラマーですね、その人たちがもともとやっぱり我々 Android からも結構やってたので、そういう概念をまず知ってるということがすごい大事で、そうするとそういう API をですね、そのシステムレイヤーで提供しておけば、あ、大体ここってこうなってんだよねみたいな感じで、ほとんど会話がですね、もちろん細かいバグとかは最初の頃ありましたけど、まあ、かなりその楽に導入することができた。で、やってること自体はですね、まあ、これもそれほど難しい話じゃなくて、普通にサスレスで、サスレス通りやってるようなことを普通にやってますということですね。サスペンダーに入るときには当然、いろんなブロックの電源を落としたりとか、で、最終的にはその CPU の、NVIC っていうのは割り込みコントローラーなんですけど、その割り込みコントローラーに対してそういうスリープディープというモードがあるんですけど、そういうのを設定すると CPU、ハードウェアが勝手にクロックを全部落としてくれたりするんですけど、で、あとは起動時ですね、また電源を入れたりとか、あと、まあ、Linux も普通にやってると思うんですけど、RTC とかそのカーネルタイムも再同期するとか、まあ、そういったことを実装しております。ここからはですね、今度アプリケーションに近いところの話で、先ほどもキムさんのところにそのファストエクロージングの話とかキーワード出てきましたけど、もともとのモチベーションは最初にちょっと話したかもしれないんですけど、まあ、メモリーがかなり少ないですと、ただアプリケーションもそこそこでかいですと、
でそういった時にそれをどうやって内部に押し込めるのかということで、いくつかのいわゆる既存のテクニックですね、そこら辺をちょっと調査したんですけど、まあ、一つは例えばオーバーレイという技術が昔からもかなり昔ですよね、もうあるんですけど、やっぱりそれを使ってしまうと、まあ、事前に当然シンボルはそれこそビルド王子じゃないですけど解決しとかなくちゃいけないですし、そのメモリの配置 もう全部最初から要は鉛筆なめるのじゃないですけど決めとかなくちゃいけないということで、かなり柔軟性がないということで、それだったら、まあ、ラッド X でその Elf の、 そのローディングをサポートしてたんで、それを使ってみようということで使ってみました。でそうすることによって、まあ、アプリをですね、細かく分けること、あとでちょっとデモを見てると思うんですけど、例えばフォームとかセッティングとかそのプレイベックとかですね、そういう形で小さく分けることができます。あともう一つ、これ大事なのこの Linux 系と Android 系、普通にやられてることなんですけど、こういう RTOS 系ですとやっぱりデバッグ用 の、 そのフィーチャーとかをですね、普通は僕もこれ聞いた話なんですけど、やっぱりデバッグ専用になんかもうアプリじゃないですけど、そういうのを作ってしまっても起動時から切り替えとかっていうのはやっぱりよく行われたみたいなので、そうじゃなくてもう必要なものをその時に、しかも実際の製品でも実はこのデバッグの機能として入ってます、ね、でも最初から入れてですね。で例えば、まあ、開発時もそうなんですけど、その出荷後とかも出た商品をですね、いつでもそうデバッグできる、そ、まあ、そういうような機能は実際にあります。で、この、すみません、スクリーンショットもかなり見づらいですけど、いくつもですね、アプリとかが、まあ、動いているということがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。はい。で、それでさっきの、まあ、エルフのローディングが今度ファストエルフローディングって、なんでそのファストなのかっていう話なんですけど、もともとですね、やっぱり NATX って何度も作成してますけど、コードサイズとかメモリーサイズとか、フットプリントもそうなんですけど、ランタイムのメモリーとかすごい気にして、作者のですね、そのグレゴリー・ナットさんがですね、かなり気を使って書いてると。ということで、すごいコンパクトなんですけど、逆を見るとですね、メモリーがそこそこある環境と、すごいうまく使いこなしてないと。いうこと でなんとかそれをしかも、まあ、製品の開発でストレスなく使うためにはどうしたらいいかということをですね、試行錯誤した話です。で実際には、まあ、我々その1.6メガとかいう話がありましたけど、まあ、アプリが動いてないエリアとか、あとさっき DSP ですね、まあ、動いてない局面もあったりするので、そういう時に DSP で使える部分のメモリーエリアとか開くわけなんですけど、そういうところをうまくそのキャッシュとしてですね、Elf のいくつかのセクションというのがあるんですけど、そういうのは瞬間的にですね、大きなそのキープを確保して、でそこに展開することによって、要は EMMC へ の、 そのアクセスをですね、減らすと。当然、IO なんで、まあ、皆さんよくわかると思いますけど、IO へのアクセスをちょっとでも減らすと、もうそれが劇的に効くんで、ということをまずやってます。で、あとはですね、これは逆に我々の固有の話に近いんですけど、これはちょっとピースレッドの例なんですけど、エルフをローディングするときっていうのは、その内部 の、 そのシンボルの、ね、名前をですね、もう毎回そのローダーがですね、ダイナミックにシンボルテーブルを参照しながら、どんどん解決していくわけなんですけど、後で出てきますよ、ね。あれはね、C++11 とかですね、結構いろんなチャレンジのことをしてまして、でそうなると、このシンボルネームがこんな長さで全く済まなくてですね、通常ですと大体、まあ、200バイトとか300バイトとかです、まあ、当然そのクラス の、 やつに当然依存するんですけど、あとテンプレートの使い方とかですね、それ依存するわけなんですけど、でそこをですね、事前にハッシュコードに置き換えちゃうと。で、そうすることによって少しでもですね、そのローディングの時間を稼げるんじゃないかということで、ただですね、これさっきのカーネルのコードシュリンクの話に通じるものがあるんですけど、実際これ全部のアプリケーションのビルドシステムをですね、全部対応しないとこれできなくて、事前にそのシンボルのやつを全部ガーって見ながら、その動的に作られたアプリをですね、シンボルをですね、どん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 全部変えてると、ビルド時にですね、そういったことをやってます。で、その結果、最初はですね、特に何もしなかったオリジナルのこれ NATX の 7.2 ですよ。当然これクロックが遅いとかってわけじゃなくて、全部クロックがマックスで測ります。マックスで測ったとしても、やっぱ IO があったので、当時最初は3秒くらい、3ミリセクなんですけど、3秒ちょいあったものが、やっぱりそのキャッシュを使うことによって EMMC のアクセスをするだけで、アクセスを減らすことだけでですね、劇的に小さくなりますし、あとはさらにこのシンボルネームをですね、変えることによってさらに小さくなる。大体今はですね、1つのアプリあたり、まあ、たかたかですけど100ミリセック以内で、まあ、パンパンと動画ができるような、まあ、そういうような仕組みになっています。
はい、でここからちょっと話の経路がまた変わって、QMU です。で QMU がなぜ使っているかといいますと、いくつかのモチベーションがあってですね、一つはあの Bluetooth のポーティングをしたかった、あともう一つは Vue のツールキットですね、そういうのが行きたかったというのがあります。で実際にですね、これあの一応例なんですけど、当時本当にあの使っているあのシステムをそのままどういうことをやってるのかというそのスタック人のバージョンなんですけど、今回我々はその CSR さん の, そのチップを使っているわけですけど、そこにですね、まあ、これ Linux 系のホストが UART ですね、USB UART で繋がってるんですけど、その上でその QMU を動かして、QMU 上で、まあ、NATX を動かすことができまして、要はあの ARM V7M の, あの、コードセットをそのまま動かす。で、さらにその上にその Bluetooth のスタックをですね、まあ、今度は POSIX Live なんで、Linux 系のポーティングの、Linux とか Android のポーティング の, あのエグザンプルが、確か CSR さんの方がスタックがあったんですけど、それをほとんどそのまま使ってですね、ポーティングレイヤーのところだけ若干変更することによって、このエミュレーター上で NATX が動いて、さらに Bluetooth が動いて、まあ、こういう DLT のサンプルアップで書いてますけど、例えばあの SBC でですね、リアルタイムエンコーディングしたものをそのまま動かせるということができました。で、これがなぜやっぱ有効だったかというと、実際これ FPGA が来る前にですね、これをやってて、実際もう FPGA が来た時に、そのさっきクロック20メガの話は見ましたけど、なので SBC のリアルタイムエンコーディングができなかったんですが、あの実際に Bluetooth のスタックをですね、ほぼそのまま、もうさあのただ単にビルドするだけで、あのそのまま FPGA 上で動かすことができたという感じになります。はい、次はちょっと C++11 なんですけど、あのやはりですね、その開発効率をやっぱりどうしても少しも上げたいということがあります。で、さっきのそのアプリとかですね、ミドルウェアがどうしてもやっぱ大きくなってしまうと。で、そういった時に少しでもその生産性をやっぱりあの改善したりとかですね、あとやっぱ C++11 にその新たに入ったそのフィーチャーを使うことで、まあ、パフォーマンスもあの損なうことなく、まあ、むしろ早くできるんじゃないかということで、我々は、C++11 を、まあ、使うことにしたと。で、ここはあのフィーチャー、いくつかのメインなフィーチャーをですね、まあ、これもネットに書かれているキーワードをそのままいくつか引用しているんですけど、まあ、いくつか重要なキーワードになります。例えばオート変数というかですね、オートのキーワードを使うと、そのコンパイル時にですね、勝手にその型推論というんですかね、あのコンパイラーが自動的に型をですね、決めてくれたりとか、あとそのラムダ関数とかですねいうのも使えますし、あとはスマートポインター、昔の C++11 はちょっと問題があったみたいなんですけど、C++11 になってからそのユニークポインターとかそのシェアポインターとかっていうそのスマートポインターもそのまま使えるようになりましたし、まあ、これによって我々あのかなり使ったミドルウェアとかアプリのレベルでのメモリーリークをほとんどあの、まあ、これによって助けられた部分がありますと。で、あとはそれ以外にあの Google のそのセマンティクスに入ってということで、うまく使いこなすればそのパフォーマンスも損なうことができると。あとそれ以外にもあのこの辺りのキーワードですね、これがかなり、まあ、役に立ちます。はい、次はあの C++ のスタンダードライブラリなんですけど、いくつかのスタンダードライブラリというのが世の中に存在します。で、今回我々はですね、何を使ったかというと、一番大事なのはですね、LLVM プロジェクト、まあ、さっき の, あのコンパイラーの話とかで、あの確かキムさんのスライドも LLVM とかっていうことが出てくると思いますけど、そのプロジェクトで使われているあのスタンダード の, そのライブラリとかで使ってます。で、やっぱり大事なのは、あのいくつか書いてあるんですけど、C++11 がきちんとあのサポートされているということと、あとはライセンスがあの BSD ライブであると。で、あとは、新しいそのコードベースに移植するのが割と楽だと。で、実際我々はこの LibC++ の前にですね、若干その STL コードって一番この右側のやつですかね、これをちょっと試してみたんですけど、やっぱりかなり今大変だということが分かって、まあ、これ乗り換えたということになります。はい、次は、コードサイズ の, そのリアクションの話ですね。さっきのキムさんの話ですけど、その GC セクションなんですけど、まあ、ここも普通にやりましたと。やっぱサイズも我々重要だったので、そのスピードよりも動きをサイズ重視で空間にかけたりとか、DC セクションを適用したりとかですね、あとはさっきのショートネームですね、まあ、こういうのもちょっと適用しておきます。で、これはあくまでの例なんです。
ですけど、そのスタティックにそのカーネルとあとは一部 の, その共通で使うそのライブラリーをスタティックリングしたときの そのカッサイズ の, そのリアクション の, あの適用でですね、大体まあこのくらいまで減ってきました。はい、次はですね、アプリケーションのデバッグになるわけですけど、最初そのオープン OCD を使うっていう話をしましたけど、まあ、コーティングの時は当然使うわけですけど、実際あのデバッグの時も当然使ってますと。で、あのオープン OCD には僕も最初知らなかったんですけど、あの OS をですね、サポートするフィーチャーが入ってて、例えば Linux とか FreeRTOS とかサポートして、これ何が嬉しいかっていうとですね、あのターゲット の, そのカーネルからそのプロセスの情報とかを引っ張ることができまして、そのシンクロベースですね。で、そうすることによって、そのカレントスレッドじゃなく、すべて の, そのタスク、まあ、スレッドですね、その情報を引っ張ることができると。要は、あの例えばデッドロックとかもいい例なんですけど、そういうのを解析に、まあ、かなり役に立つと。で、これがないと 何が困るかというと、本当にあのカレントスレッドのデバッグしかできないので、さっきの他のスレッドが今どういう状態になっているか見えないと。なので、やっぱりこれ欲しいなと。で、NetX は当時になかったので、じゃあ我々作っちゃおうと。で、まあ、もともとコードベースっていうか、実際に、チビ OS とか、まあ、そこは一応参考にしたんですけど、で、これはその時 の, あの例なんですけど、いくつかそのシンボル例のルックアップをしたりとかですね、あとは、コールバックを実装したりとか、まあ、そういったことをやります。で、実際にこれ、例なんですけど、スクリーンショット。僕、EMAX が好きなんで、実際にこれ僕がデバッグしてる様子そのままなんですけど、EMAX からGDB ですね、その OpenOCD につないでターゲットにつないで、で、普通にここにスレッドの一覧というか出まして、で、ここを選択すると、そこ の, 選択されたスレッドのコールスタートなんで、いう感じで、まあ、よく、まあ、普通にあることが普通にできるようになりましたっていうのは、それだけなんですけど、で、実際にですね、これをですね、オープンソースというか、で公開しました。ちょうどアームテックコンを始まる直前にティムさんとクランクさんがオフィスに行って、まあ、レビューをして、でその場でそのこのオープンソース の, その公開のですね、儀式のやつをそれやって、まあ、実際その後もフォーラムの方に一応アナウンスしたところ、結構みんな心よくというか受け入れてくれたという感じになります。はい、次はですね、これ細かいんですけど、これも Linux 系とかでやってるやり方をそのまま持ってきてますということで、これはランタイムのクラッシュですね。クラッシュしたときに、まあ、すべてのさすがにコアダンプみたいなのがちょっとメモリー保護の機能が弱いので、そこはできないんですけど、とりあえずそのカレントスレッドで、例えばクラッシュしたときにですね、そのスレッドの、スタックの情報をですね、オンメモリーに取っておいて、でそれを最終的にその ID に落とすと。で落としてきたそのファイルを、まあ、あと一応関連説明しますけど、ADB を使ってですね、ファイルを、ログを取ってですね、シンボル付きの、バイナリーと比較することによって、スタックトレースが取れるようなツールを作りました。で、ここは、次はですね、ADB のサポートになりまして、ADB、なんで RTOS で ADB のっていう話があると思うんですけど、モチベーションはすごい単純でして、やっぱりこの RTOS 系でいろいろテストをしたいとかですね、RTOS 系でなんかデバッグというか、まあ、したいとか、そう思った時に、割と皆さん、僕も初めて知ったんですけど、プロプライタリーのツールを用意してですね、それでやることがどうしても多いと。で、それだったら、まあ、もうちょっとオープンな、で、もう Android でデバッグになっている ADB をなんとか使えないかなということで、今回は実際にこの ADB のプロトコルをですね、まあ、若干コードを見ながら、ですけど、Android の、ADB のコードを移植するのは、もうコードサイズが全然でかいので、もう全くやめようと思って、このプロトコルの仕様を見ながら、本当にブスクラッチで作りました。で、サポートしたとはいえですね、サポートしたフィーチャーはもう、すごいシンプルな一部でして、ファイルの転送ですね、プッシュとプルとか、あとリモートシェルを攻撃するため の, そのシェルの機能ですね、そういったことを感じます。ただですね、これはあくまで開発とかテストの時で、実際ファクトリーでもこれ使ってテストやってるわけなんですけど、実際には製品出荷前にですね、このフィーチャーをディスエブルにして出荷しているという形です。で、実装方法は、まあ、これそれほど難しくなくて、USB の下回りのドライバーはですね、USB のドライバー、シリアルドライバーを参考に、いくつかそのディスクリプターとかですね、そこら辺を ADB、そのドライバーだと思って、まあ、ある意味嘘をつくような感じなんですけど、
そうして、あとは全部ユーザーが実装するという感じになっています。はい、で次はあのテストですね。やっぱりさっきの我々あの3機種同時開発してましたし、あの日々あのしかも1機種目だったので、やっぱりコードも不安定になっているところもあって、ただその開発スピードを下げたくないということで、あの我々はですね、まあ、GitHub とか Jenkins とかも使ってるんですけど、あのコードをプッシュするとそこで自動でですね、あのテストが走って、で実際このこれちょうどターゲットの前、こちら SX、UX なんですけど、ターゲットに対してそのあのインストールを行ってですね、で実際にさっきの ADB を使ってもう今各種テストを実行してですね、でそういうのが結果がその Jenkins で見れると、でそういうのあの仕組みをあの作りましたというお話です。であとさっきの C++11 の話もありましたけど、 C++11 の方もあの C++ のですね、あのテスティングフレームワークというのを Google から出てまして、 Google テストというんですけど、それをあのミドレイとかアプリの開発では積極的に使ってます。で実際我々このテスティングフレームワークをそのターゲット上に移植してまして、でこれちょっとスクリーンショットが見づらいんですけど、実際そのテストの行動をですね、ターゲット上にデータビプッシュして、でそこに実行して、まあ、全てのテストをパスしたら、まあ、OK だということがですね、実はその C のレベルだけじゃなくて C++ のコードに対してもこういうテストができると、そういった環境も作りました。でここ最後はですね、ちょっとオープンソースの話の場なんで、ちょっと割愛したいところなんですけど、一応資料上にも聞いたと思うんですけど、あの DSP の部分の開発はですね、さすがにここだけはですね、オープンのものがあの使えるかなと思ったら、当然そんなことさすがになくて、DSP に関してはやっぱりベンダーさんからですね、出てるその開発キットをですね、そのまま使ってあのやってる。ただ、ちょっと我々はあのその DSP の、 その開発の時の少し その開発効率が上げられるように、ターゲット上に若干その仕組みをですね入れてですね、そのアプリと今 NAPEX 上で動いているアプリとその DSP の連携をうまく取れるような形にして、であのこれシミュレーター兼そのデバッカーなんですけど、デバッカーからロードしてそのアプリとか DSP のデバッカーもそのままできるような、そういうような連携の機能を作りました。はい、でここでちょっと駆け足であの説明したんですけど、最後にちょっとあのちょっと、ね、メモビデオを用意しております。日本ほどですね、一つは ADB とかファストエルローディングとか、あとクロックのところですね。でもう一つはあのストレステスト、あの Android でモンキーというのは聞いたことあるかもしれないけど、そういうあのランダムキーを使ったテストなんですけど、そういうのを検索します。これがあの言うとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、で ADB デバイスですから、まず ADB として見つかりません。まだ繋がってないんです。こういうのは繋げようとします。で繋げるとですね、次 ADB デバイスってやるとここに ADB として見えます。で次にですね、ターゲット今ログインしようとしてるんですけど、ここで次 ADB しようと、そうするとこれターゲット上のこれログインできました。でログインして、これからそのアプリの一覧を多分このページ収録していくと思うんですけど、そうするとアプリの一覧がザーッと今出てくるってことですね。いろいろバーッと出てくるんですけど、大体これまあ多いやつ、これ300キロから大体100キロ未満くらいですけど、そういうのアプリになります。で今これレック、ちょっと分かんないです、これレック、レック待機中はこれレックのアプリがこれ動いてるんですけど、今からちょっとキーを入れ替えます。これ今ホームに戻ったんですけど、ホームに戻ってこれ見るとホームのアプリがですね、ここにいます。なので今みたいな感じでレックのアプリがアンロードされてホームのアプリになっている。ここに今設定のアプリみたいなんですけど、ホームのアプリがアンロードされてセッティングアプリを切り替えるということで、もうキーを押していくとですね、アプリがそういうのに応じてどんどん切り替わっていくというのが分かると思います。で次はこれちょっと DBFS のコマンドを押していたんですけど、これ今クロックの状態を示していまして、大体ちょっと見づらいんですが、まあ大体40メガから、まあ、瞬間的に8ギガなんですけど、今アプリのロードが入ったので瞬間的に160に入って、ただあの落ち着くんですね。で落ち着いて次に、多分レックを多分押すんですけど、レック多分今アプリを切り替えてますね。ちょっと申し訳ないですけど、まだホームにいるところですね。はい、すみません。レックも入ってるか。レックの時にも今ホームですとあんまりあのクロックが回ってない。で次には今レック中なんですけど、今これ
VM スタートとこの後もアイデア作ったんですけど、入出力って感じですると出力のが入るって感じですけど、次にちょっとストップキーを押して、アプリが切り替わって、次にですね、もう、レックが止まったんで、入出力が止まってということがお分かりいただけるように思います。でこういうような仕組みを、デバッグ用のフィーチャーをですね、あらかじめのターゲット上に入れまして、それで今これフリーというコマンドをミスしたんですけど、コマンドノットコマンドだったんですけど、フリーというかアプリの今のコントロールメモリとかも分かるようになっております。こういうようなデバッグのツールもこの全部製品版に入ってて、その開発者モードをすると、ADB を使ってですね、こういったデバッグに。で次はですね、モンキーライフのツールを作ったんですけど、モンキーっていうのが、Android でそのキー任せられるみたいなので、で実際これホスト側でですね、何でもキーシーケンスを作って、で、それを ADB を使ってですね、そのターゲットにも注入してるみたいな感じの。なので、どんどんランダムにそのキーシーケンスをですね、やるとどんどん画面が切り替わっていくんですね。で、こうすることによって、アプリ の, そのストレステストも兼ねることができまして、でこれずっと見ていくと、途中から多分録画も始まったりとか、どんどん画面が切り替わってですね、これ多分一晩やると大体4万回とかその回になるんですけど、それを、もうみんなでパラレルっていうか、複数の機材を使ってやることで、で細かい例えばデッドロックとかですね、すごいバグを見つけたりとか、そういったことができるようになりました。はい、ちょっと駆け足でですけど、とりあえずアームテックで喋ってきた内容はこれで以上になります。はい、どうもありがとうございました。ね、質問とか、はい、ありますでしょうか。ちょっと駆け足だったんで、ちょっと分かりづらかったと思うかもしれないんですよ。じゃあいいですか。はい。どうぞ。編集の方です。どうぞ。じゃあいいですか。はい、僕、社債のカーナビ作って、はい、で画面の遷移とかテキストをいろいろ考えて作ろうとするんですけど、はい、シナリオを作るだけで疲れちゃって、はい、なかなかそのテストをうまく運用したことがないんですね、で今回その作られてる画面のテストっていうのは OK とか NG の判定っていうのはですね、そこまでのは確かにやってないです、はい、ただ近いことっていうか実は今回デモビデオ撮らないんですけどスクリーンショットを取れる仕組みについて用意しました、はい、なのでどちらかというとマニュアルじゃないですけどドキュメントビューを作るためにそのスクリーンショットっていうか取れる仕組みを実はカーネルとかそのターゲット上に仕込んでありましてやろうと思えばそのスクリーンショットのやつとその実際 の, そのデモシナリオじゃないんですけどうまくマッチングというか、どこまで思って何マッチングしたかっていうか正しいかって判断は当然あると思うんですけどそれでできる仕組みを用意したんですけど実際はないです、はい、かなりそれ僕は難しいという仕組み実はそれに似たようなことがさっき僕が 3D グラフィックスをやっててまさにそれをやろうと思って僕もずっとアプリ書いてたんですけどしかも編集系のアプリだったんでそれをテストをどうやってやるのかっていうのはもう20年以上前ですからそれの当時の課題でありましたし多分今もちょっと課題なんじゃないかなと思います。はい、それでいいですか。はい、ありがとうございます。はい、なんか聞いてると大体、はい、今までのアクセスの Android の開発系を出せたって感じだったんですけど、はいはい、なんか一番なんか今までとちょっと違うなっていうところってありました。今までと一番違うところ、やっぱりそれは、どういうことってもいいことですか。なんかいろいろ紹介してもらって、はいはい。やっぱりですね、とはいうものの、やっぱ一番僕は大きいなと感じたのは、そうですね。特にハードウェアに近いところから言うと、まずメモリー保護のところがやっぱり完璧じゃない。M3、一応 NPU 本体使ってるんですけど、メモリープロテクションユニットですね。ただ、そのメモリープロテクションユニットで、M3 今回使って初めて分かったんですけど、そのリージョンっていうか、あんまり細かくできなくてですね、制約がすごい厳しい。なので、保護できるところと保護できないところ、実はあります。で、さっきの、SPI フラッシュのコード一部配置した SX のモデルはメモリー。まだ楽なんですけど、ただ全部 SRAM で動かしているような、ウォークマンと、さっき IC の UX もそうなんですけど、の場合って保護できる部分が結構限られてて、であと、もともとその NPU って、たぶん、コーデックス M のアーキテクチャで想定している部分が多分そうだと思うんですけど、そのメモリのそのアライメントというか、がかなり厳しいんですよ。なので、我々が見たときに、ダイナミックにいろいろメモリの、
配置をあのしかもコードも含めてですけど変えてるったりするものとあんまり相性が良くなくてですね、でそうすると何が起こるかっていうとやっぱりメモリ破壊が起きることはあると。ただそこはどうやって解決していったかっていうと、例えばさっきの C++ 入れてたんですけど、実際我々今 QMM もそうなんですけど、その PC 上で特にアプリの開発者とかはそうなんですけど、あのシミュレーションじゃないですけどいろいろできるようにしてまして、そういうところで十分そのコードの検証がターゲットだけじゃなく違うところでもテストできるような環境を運用していまして、なのでそういうのと、まあ、併用してあのできたということは一個大きいかなと。あとはですね、まあそうですね、やっぱりどっちかというとやっぱりメモリーのサイズっていうか、まあ、足りないっていう、しかも さっき1周目からそう同時並行してなくちゃいけなかったんで、あれがもうちょっとその3機種が、まあ、ちょっとずれてればまだあの楽だったかもしれないんですけど、そこら辺は本当に正直なんです、結構厳しかったかなっていう感じですね。あとは、まあ、NATX のところも細かいですねバグは実際にやってるときに見つけました。でそれはあの、まあ、開発時当時は報告はしてないんですけど、ただあの結構ですね、さっきの、まあ、オープンシーンでデバッカーで終えたの で、なんとなくその動きがまだ、まあ、リラックスほど当然複雑ではないので、コードも全部自分で分かるんですね。で理解しながらなんとなくこういうワークアラウンドを当てたらいいんじゃないかということで、そこら辺はやりながらあの実際にそこはできるかなんか突き止めて、いくつかその回避するタッチを当てていたりします。はい、ということで、はい、はい、分かりました。それよりもどっちかというと開発効率じゃないですけど、あとはそろそろあの再利用性っていうかとか、そのチームのそっちを優先したというのが大きいと思います。はい、今回はメモリが少なかったので、はい、DLF の仕組みを、うん、あの取ったと思いますけど、あの XIP のようなあの仕組みも可能。はい、あのさっき の SX シリーズあのではあの実際にあの SPI フラッシュを、ね、使ってるんですけど、でその理由はさっきの Bluetooth とかやっぱりどうしてもあのいくつかあのコードサイズがそこそこ大きい、あの既存の何でしょう、ね、コードを再利用する際コードサイズとかあとメモリーもかなり必要だったの で実はそこで XIP 使ってます。はい、なので一部全部じゃないですけど一部使ってます。その時期はもうハードウェアの設計は何も影響できなかったから、そういう XIP は可能ではなかったということですか。他の UX とか WS のモデルはあのやっぱりコストイシューって言ったらいいんですかね。でそれで あとはまあさ、特にまあそうですね、そっちも、まあ、もちろん Android と比べると全然まだ安いんじゃないっていう話はあるかもしれないんですけど、あのそれでやっぱりどうしても外したかったということで、SPI フラッシュがなかったっていうのがあります。はい、ただ、まあ、SPI フラッシュつけるモデルもあります。ちょっとどっちもできる。はい、他に何かありますでしょうか。はい、あの、ナットリックスを選んだというのは、はい、なんかいきなり結論が出たので、ちょっと分からなかったんですけど、はいはい、ナットリックスを選ばれた理由というのは、はい、例えば、その、ソフトウェアの開発効率が良さそうだとか、あるいはあの3つ並行でやるのそのスケーラビリティがあるとか、はいはい、どの辺が一番と、はい、ですね、確かにチャート上ではよくなくて、あそこにさらっとしか書いてなかったので説明不足だったかもしれないですけど、やっぱり、ここが大きいのは間違いないです。ポジックスとソフトウェア DBC じゃないですけど、まあ、DBC は大体、まあ、OS につかないで、あの忘れちゃったっけ、タイニーリブシーじゃないですけど、要はあのリブシーだけ持ってくるとか当然話は全然できちゃうんですけど、でこれ最初からその OS の次の中にですね入ってまして、であとポジックス、要はさっきピースレッドの話もないんですけど、もうそれが、ポジックスライトなんですけど、がサポートされてます。でそういうベースがあるので、さっきのあのリブシープラスプラスとかですね、あとはあのブルートゥースのソフトウェアもポジックスベースのもともと既存の資産、ソフトウェアの資産ですね。それがあるので、まあ、それをそのまま本当に同じ。通常ですと、例えば R と数、しかも新規の R と数をあの採用しようと思って、どこかに必ずフォーティングレイヤーみたいなのを設けなきゃいけないんですね。普通その OS のアブストラクションからあの決めるために。ですけど、我々はほとんどない。要は全部その、なぜなら、POSIX がもう
それが全部 API になってるんです。そのためは個人数がポータブルを増えているので、でそれを、まあ、使えたとかも結構大きくて、でそれによってさっきのその言葉 の, その最低限じゃないですけど、同じポジックスティックも API を皆さん知ってるん で, でこういう API がもう あるからどんどん使ってよみたいな感じで言えるの で, そ う, でそうでないと、要はあこのアルトソを使いたいんだけど、このアルトソそもそもこういう API になってるん でもしかしたらその API によっては当然その定義がまず違ったりということで、まずその API を説明したりとか、そのためにこのコーディング層を作ったりするのが結構コストになってしまうからというところが大きいんじゃないかな。であとは当然さっきのエルフのやつですか、サポートとかですね、はい、あとはここもでもやっぱりそこそこ僕は大事なのが当然そのライセンスの話とか、あとはまあ Linux ライクだったりするので、これは結構ドライバーのシステムソフトの開発者にとっては、例えば Linux 系のカーネルとかですね、ドライバーを書いた人であれば僕も含めてですけど、ほとんど何も勉強しないと。ここにすごい、ね、ナットさんがかなり詳細なドキュメントがあるんですけど、ぶっちゃけこんなドキュメント読んでないですフォーキングのドキュメント一切ない、読んでなくてもコードを見てもみんなわかる、そこまでいく、そこですね、はい、答えになってますね、他に何かありますか、はい、今の話とちょっと関連するんですけど、はい、多分これをやられた後ぐらいだと思うんですけど、はい、ゼファーとか、はい、TOS とか、なんかいろんなものが出てきたりしたんですけど、はい、今後の野望みたいな。野望ですか。野望はですね、いくつかありまして、どっかでピーって入ってるかもしれないですけど、一つはですね、まだそのプロセッサーが使いこなせてない部分とか実はありまして、さっきのリアルコアのところにもあって、実はですね、このサイトに行ってもらえると分かるんですけど、実は SMP のサポートが今入り始めてます、うん。なので、そういうのがちょっとできると面白いなっていう点。あとは、もう一つは今回のプロダクトに全く関係がなかったんですけど、実際のアンテナクス、ネットワークのスタッフが抱え込んでます。なので、さっきのモチキンさんの話じゃないですけど、IoT じゃないですけど、いくつか OS の、 そのチョイスの中にアップデートが出ているのは、実際、ネットワークのプロトコルスタッフを、もう、コーティングされておりまして、で実際に IPv6 とかもサポートしてるんですけど、まあ、そういうところとかが、なんでしょう、もっと、うまく使えるというか、ちょっとまだそういう製品の開発の予定は全然ないんですけど、そういうのも、使えるといいかなと、は思っていたりします。じゃあ、アップデートをまだやってみようっていう。そうです、まだネタ的にはまだまだやれるネタがあるかな。ただちょっとハードウェアの限界はそこそこもう飽きてるんで、そこをどうやって超えるかっていう話は当然あるんですけど、まだソフトウェア的なネタとかは結構ありますし、はい、ちなみに NATX ってどういう人たちがコントリビューションなんですか。ですね、実際このプロジェクト始めた時にはゼロですね。ただ一人で、いや本当に一人だ見てもらったから、ただこの1年間くらい見てると、そこに徐々に人が入り始めてきます。で、僕もこのプロジェクトっていうか、実際に、まあ、そのずっと見てるんですけど、本当に、ナットさんですね、一人で、しかもプロセッサー、アームだけだったらまだいいんですけど、いろんな、それこそ後で多分、オープンディスクの話なんですけど、はい、の話があるかもしれないですけど、いろんなプロセッサーとかですね、ボードとか、で、やっぱすごいなと思うのは、プロセッサーだけじゃなくて、普通、さっきのエンベッドとかもそうですけど、大体ああいうプロジェクトを見た、コードは見ました。特に、例えばエンベッドとかですと、カーネルそのものが、まあ、アーム系の人たちとかも書いてると思うんですけど、例えば、ペルゲナのドライバーとかって、そのプロセッサーの作ってる人たちが、プロセッサーライブラリーみたいな感じで多分供給して、で、それを多分 API のきっと、またコーティングじゃないですけど、レイヤーの切ってあるので、そこに各そのベンダーからのライブラリーの、まあ、プラグインじゃないですけど、なんかできるのしか仕組みになってると思うんですけど、そうじゃないんです。これはナットさんが全部の、例えばある、そうですね、例えば ST マイクロでもいいですし、例えばフリースケールでもいいんですけど、そのプロセッサーの中の IP のドライバーも含めて全部フルスクラッチで書いてますそれがまだ作るんですね。でそれに対して、あと当然最近、まあ、秋葉原でもその1000円、2000円とか安いそのボードとか売ってますけど、そこ その周辺に乗っかってるいろんな各種、その外付けのあれですね、ペリフェラル系のドライバーも書いてほとんど売ってるみたいな。
で最近になってそこに徐々に人が集まってきてコンドリビューが増えてるっていうのも事実ですし、で我々の成果とかもちょっとまだその温泉さんとの関係の話があるんですけど、将来的にはコンドリビューできるから、さっきのオープン CD の部分はすごいコンパクトだったんで、今回その本当に初めてコンドリビューができたわけなんですけど、将来的にはそういうこともできるといいかな。ちなみに Linux Foundation のドローンコールプロジェクト、あれのワルトスのところはもうNAPX が採用されています。それからあとNAPX に関してはオープンハブ、ブラックダックのってオープンハブで NAPX 検索してくれると確かかなり高いスコアが今叩き出ているような状況になっていて、僕もこの石川さんのチームから初めてナット X の話を聞いたときに驚いたんですけど、一つはポジックス互換ということで、もう一つは僕がもう一つあると思ったのはダイナミックリンクの仕組みを持ってるんですよね。だからいろんなものが出てきたとしてもライセンス的な処理もやりやすい可能性が、今回ご紹介できなかったんですけど、一部はやっぱりダイナミックローディングすることで一部の資産というか公開してダイナミックリンクすることで解決しているというのも、まあ、ちょっとちっちゃいんですけど、でもでさらに石川さんもおっしゃってた通りサイズもそんなに話、そんな話の割には随分コンパクトだ。でさらに言えばそういう環境だから我々みたいに Linux やってる人にとってはすごく参入障壁です。これは僕は一押しだなって、ね、個人的にはちょっと押してるんですよね。社内でも結構あちこちに NAPX いいよって、ね、してるんですけど、これからそういう形で広がっていくんだったらそれこそぶっちゃけチャレンジじゃないんだけどアルトスの中の一つの特に Linux との親和性があるっていうところでも選択肢として伸びてくれると、いろいろ結構みんな幸せになるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。時間も足しちゃってるあまり気にしないでいいんですよ。いつもそういう形やってますから教えただけのすごい光栄ですので、はい、質問をつけてます。さすがに、じゃあどうもありがとうございましたということにしましょう。